ジャーナです。明治安田 J1 リーグ第32節、名古屋グランパス戦の、プレビュー喋っていきたいと思います。まあ前回ねスコアレスドローということで、まあ勝ち点1っていうところを積み上げてね、今節、28日土曜日4時から一応雨って書いてあるけど、まあもしかしたら降らないかもっていうようなね天気で、試合の方やれると思うんですけど、まあ直近のね5試合、直接対決に関しては2勝3敗とホームではね負けてなかったんだけど、まあ前回ねホームでまあ負けてるというところで、まあ、今回勝ってねシーズンダブルは回避してもらって、まあ試合のスコアを見ると結構ね、ロースコアな、試合がグランパスとはね展開というか結果になってるっていう感じで、まあ今回もロースコアになるんじゃないかなとは思ってます。で名古屋の方は今のところ2連勝 FC 東京戦1対4で負けて、そこから2試合クリーンシートで複数得点で2連勝でね来てて、まあちょっとね勢いあるかなっていう感じですけど、まあしぶとくね勝ち点1、取ってきてほしいな。でちなみに名古屋のアウェイに関しては19年勝ちなしっていうとこでね13戦やってて5分け8敗と、最後に勝ったのが2004年なんで、今年アウェイで勝てなかったら20年勝ちなしっていう風になっちゃうんでね、そこは何としても阻止っていうところでね、まあ勝ってまた次の広島戦迎えたいなっていう、迎えてほしいなっていう感じですね。で名古屋と成績、今シーズンの成績見ると負けの数で言うと一緒なんだけど、まあ勝ちの数はねまあ違うんで、その分勝ち点がね開いてるっていう感じで、名古屋が43に対してジュビロが勝ち点32ってことで11離れてる。まあちょっと名古屋をねこっから追い越すっていうのは可能な、まあ試合数だけどちょっとね厳しいかなっていう、なんで勝ち点1だけでもねちょっと今回はもうもぎ取って帰ってきてほしいなっていう感じです。スタメンの方はまあジュビロの方はね右サイドクルーク選手スタメンにして、あとハッサンヒル選手が怪我どうかわからないんで鈴木海斗選手、まあ鈴木海斗選手がスタメンだったら外国人枠、まあ一枠ねハッサンヒル選手の分使えるんで、クルク選手と、まあ、ジョゼ選手入れたり、まあ、ペイショット選手だったりと、うん、まあ後半ね、まあ、前半クルク選手右サイドで行って勝ってるようだったらもう守りに徹するようなら途中で松本選手入れたり、またね まだ点取りに行くんだったらジョゼ選手入れたりと、そうなるとジョゼ選手はスタメンでもいいのかもしれないけど、うん、ちょっとクルークス選手をね、まあ、せっかく取ったっていうあれで、うん、のもあるし、結構クルークス選手は相手にいると嫌な選手だと思うんで、クルーク選手をスタメンで選んで、まあ鈴木海斗選手
をスタメンで、あとは前回と同じ、前節同じメンバーで、でそろそろ高畑選手のゴールもね、結構前回得点の匂いもしてたんでね。でグランパスの方はちょっとね、前節のメンバーをねそのまま当てはめて被災したんですけど、野上選手がサイドバックっていうかウィングバックかやってるっていうのがちょっとね意外な感じでした。センターバックの選手だったと思うんですけど、まあウィングバックもサイドもねできるのかな、どういうプレーするのかちょっとね楽しみに、試合の方はね見ていきたいと思います。まあ観戦のポイントっていうところで、まあ自分だったら、まあ今回名古屋の方もね3バックシステムなんで、前回アビスパ福岡戦もアビスパの方はね3バックだったんで、まあアビスパの3バックは硬いなっていう、すごい硬くて強いっていう印象でした。で名古屋の方もね三國選手結構身長もあってスピードもあるんで、ちょっとどういう3バックなのか、それに対してジュビロがどう対応するのか、そこがちょっとね楽しみな感じです。でまあちょっとさっきもちらっと言ったんですけど、右サイドハーフがね松本選手かクルーク選手、どっちがスタメンかでちょっとジュビロの入りがね、松本選手だったらちょっと固く守備意識してウエイトを置いて試合入るんだろうな。でクルーク選手とかジョゼ選手だったらもう点を取りに行って勝ちに行ってるんだなっていう、そんな風に見れるのかなって。まあ正直多分松本選手で行きそうな気がするけど、まあクルーク選手とかジョゼ選手で点取りに行って、点取ったらもうクリーンシートで勝ち点もぎ取って帰ってくるっていう、そんな展開がね理想かな。でハッサンヒル選手の状態ってことで、センターバックがねハッサンヒル選手出るか出ないかでまたそこも違ってくるとは思うんですけど、まあ海人選手だったり伊藤真希選手いたりするんでね、まあセンターバックに関してまあハッサンヒル選手出れないんだったら、ね、外国人枠も使えるんで、まあそこのスタメンもね、ちょっと注目していきたいかな。で、あとね、いつも通り試合の入り。もう失点はしないでくれよって感じなんですけど、試合の入り、守りから行くのか、もう開始直後からガツガツ点取りに行くのか、ちょっとそこのね、試合の入りも注目していきたいなっていう感じです。はい。でウィナーの方なんですけど、まあちょっと今回細かく根拠まで書いてみたんですけど、まあ本命は2対0を2000円分買って0対0、まあ途中でね勝ち点1狙いにシフトした場合は0対0になるかなっていうところで、まあ引き分けもあり得るかなっていうところで2つスコア予想して、まあ本命は 2-0 でジュビロの勝利っていうところで、まあちょっとオッズがねまた変わってるとは思うんですけど、一応今現在はまあ 2-0 が10倍00が 9.8、 ほぼほぼ一緒だけど、まあ20がねまあ本命っていうこと で根拠はまあ名古屋グランパス戦、今節じゃない今季今シーズンのホームの成績が6勝6敗3分け、まあリーグ戦のみっていうとそういう成績残してて、で敗戦時のスコアが1対2 0101 0203と完封で負けてることが、まあ、8割。で、まあ、1対2もあるけど、まあ、そろそろ
そろそろというか、まあグランパスが負けるとしたら完封で、まあジュビロがね得点、ジャーメイン選手と高畑選手の2点で勝つんじゃないかなっていう予想で今回、購入していきたいなと思ってます。はい、ちょっとね本当は自転車でトヨタスタジアムまで、まあ、行く計画して、まあジュビロのスコアによってね、まあお酒やめたり自転車距離走ったり、まあぶっちゃけサボっちゃった時もあるけど、まあそれでも名古屋線自転車で行くつもりで、まあやってきたんですけどね、ちょっとまあ台風が熱帯低気圧に変わって、その影響でちょっと雨、まあこの録画してる時は雨降ってないんですけど、ちょっと前まで雨降ってたりしてね、まあちょっとまた来季というか来年リベンジして、うん、まあ来年ちょっとねどこになるかわからないけど、来年は絶対リベンジしたいなっていうところで、今回はねダゾンで応援したいなと思ってます。まあ次節ね広島戦はねホームでやれるんで、そこは行きたいなと思ってるんですけど、まあ19年勝ちなしのアウェー名古屋戦すごく楽しみにして、今回はね自分の家で応援したいと思ってます。まあ、またね次回動画、月曜日か火曜日に上げたいと思うんで、もしよければ見てください。それじゃあまたね、バイバイ。